同方、クロップ監督、試合後の会見で遠藤航を大絶賛。試合後、指揮官は遠藤についてこう話していた。遠藤航のパフォーマンスは最高だった。彼は多くの場面で我々の命を救ってくれたし、狂気率正しかった。いい場面が多くあった。風がやや難しかったし、相手のプレスでやりにくい場面もあったが、彼は本当に良かった。遠藤かなり馴染んでるな。フル出たのかすごい。僕は怖くて試合見れなかった。周囲のブレントフォードを完封したのはなかなかの結果。遠藤が改善してきてて、スタメンで役に立てるレベルに来てると証明できたな。プレミアで中盤の真ん中やらせてもらえる日本人がいるとか胸アツ。南野よりは信頼されてるな。アタッカーじゃないからごまかし聞くのもあるけど。遠藤、使った時の安定感素晴らしい。遠藤、マジで所々 AC になるから、スピードに慣れたらいけそうやけど、果たして慣れるまでクロップが待ってくれるかやな。クロップわかってるよね。シティ戦も遠藤もちろん先発だよな。クロップ優勝時は日本人選手がいる説、本当にあるかもしれない。